素直になれない友達以上恋人未満カップル、ネタ集めがはかどります。それにしてもこのお祭り感、いや懐かしい。相変わらずのにぎわいで何よりです。今年の池田県はコスプレ実験がメインとか、これは絶好の資料撮影のチャンス、逃す手はありません。こんにちは。いらっしゃいませ。よかったらお客様もお好きなコスプレをどうぞ。わー、何でも着ていいんですか。はい、その代わりこちらのコスプレ魅力度評価にご協力ください。おー、なるほど。それぞれの写真を15段階評価するんですね。ぜひ俺の華麗なる姿に高得点を。へえ、現時点での魅力度ランキングもあるんですね。あ、氷室さん、かわいい。1位は誰でしょう。すごく綺麗な人ですけど。いいですね、ウェディングドレス。お客様もいかがですか。着られる機会なんてそうないですよ。私ですか。大丈夫です。いや、そんな私なんて全然似合わないですし。いや、もう全然。あ、いいです。お客様、お父様、お母様、アリカは今人生で一番輝いています、うん、さあコスケさん、行きましょう式場へ。幸せにしてくださいね。え、いや、その、何手軽に結婚しようとしてんのよ。何ですか、エナ、もしや嫉妬ですか。ちげえわよ。マジかよ、この状況。中身はともかくとして、俺を奪い合う可憐な二人の花嫁、まさにリアルエロゲー。中身はともかくとして、いや、ほんとよかったです。ウェディングドレスを着る方が少なくてちょっと困ってたんですよ。え？ウェディングドレスを着ると婚期が遅れるみたいな話を気にする方が多くて。そんなわけないですよね。ただの迷信ですよ。ですよね。どうです、ウェディングドレス着用が結婚年齢を遅らせる根拠は見つかりませんか。今のところ見つからないわね。要はウェディングドレスを事前に着たことがある人間とそうでない人間の結婚年齢を比較する統計データがあれば証明可能だけど。そんな明確な証拠がもしあるなら私泣きますよ。いや、ちょっと待って。仮にウェディングドレスを着た人間の平均結婚年齢がそうでない人間の平均結婚年齢より優位に高いというデータがあったとする。でもそれはウェディングドレスを着ると婚期が遅れることにはならないわ。そうか、因果関係と相関関係の混同ですね。例えば交番が多い地域ほど犯罪が多いというデータがある。では交番を減らせば犯罪は減るのか。そうじゃない。なぜなら犯罪が多い地域だから交番を多く建てたから。それと同じ。つまり今回の場合、ウェディングドレスを着たから婚期が遅れたのではなく、結婚する時期が遅かったからこそその前にウェディングドレスを着る機会が多かっただけかもしれない。つまりいずれにせよウェディングドレスが婚期を遅らせる決定的な証拠にはならない。うっしゃ、セーフ。来ても大丈夫、多分。まあ私は別に結婚とかどうでもいいけどね。マジで中身がこうなのかな。つーか、あんたそんなに結婚したいの。アラサーだから。うるせえ。エナにはわからないでしょうけど、迫るみそじ。結婚していく友人ども、実家に帰ると親から浴びせられる結婚の圧、毎日家にこもって漫画描いてりゃ出会いなんてあるわけないし。徹夜明けの鏡の前の自分を見て、なんか私女として終わってんなと嘆く日々。今日はそんな私が人生で一番美しい日なんです。誰でもいいから結婚してくれ。コスケさん、いや、怖え、怖えっす。待って、コスケさん、早く私を養って。
先輩、小助さん結婚させられますよ。いや、知らないわよ。おい小助、奏を見なかったか。今それどころじゃねえっす。何を。結婚。おい、あぬか。養ってください。なんなんだあいつら。